ベルベージの駒澤です。本日もオンラインストアに掲載する商品を紹介いたします。お問い合わせとご購入はウェブストアのみとなっております。よろしくお願いします。これから紹介する商品が4月の14日夜9時に掲載する商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツから紹介させていただきます。いい T シャツですね。88ボディのミディアム、80年代です。 V ネックで無地のパターンですね。コンディションは比較的良好かなと思います。目立つようなダメージとか汚れは特に見受けられないです。ミディアム表記で僕が気持ちゆったり着用できるサイズ感ですね。こちら V ネック、お値段が 19,800円と消費税です。続いてプリントもの紹介させていただきます。フルーツのラージサイズで、アメリカの、掃除系の薬剤とかを売ってるメーカーだったと思います。ミスタークリーンですね。でコピーライトが2001年で載っております。フルーツの2枚タグで袖と裾はダブルの縫製になっていますね。こちらもコンディションは、汚れとかは見当たらないんですけれども、ちょっと脇の下の部分ですね、穴が数箇所目立ちにくい箇所ではありますが開いております。こちらサイズ表記 L 表記ですね。僕結構大きめにゆったり着用できるかなと思います。グラフィックもいいと思いますね。お値段が7800円と消費税です。続いてディズニーですね。こちらタグがベルバシーンのタグでサイズが XL になっております。アメリカ製の白ボディ 100% コットンで、このミッキーのタイプは珍しいんじゃないかなと思います。ポーズも普段のミッキーとはちょっと違って手を挙げてるタイプになっていて、ウォルト・ディズニーのコピーライトも載ってますが、このミッキーの後ろに、古いタイプですね、ミッキーの絵が描いてあります。まあ、ミニーだったり。でこちら、脇からつながってバックにもプリントが入るパターンになっております。XL 表記の袖裾シングルステッチですね。ディズニーお好きな方やこの辺の緩いプリントお好きな方多いのかなと思います。お値段の方がこちらも7800円と消費税です。続いてポロスポですね。じゃあポロスポのタグがつきます。アメリカ製ですね、 100% コットン、アメリカ製のポロスポになるんですけれども、こちら白ボディでコンディションは綺麗かなと思います。グラフィックもこの染み込みで入るプリントもいいのかなと思います。で後ろ無地ですね。こちらも袖裾シングル、こちらは袖裾シングルですね。サイズも結構大きめです。お値段の方がこちら、5800円と消費税ですね。続いてナイキの T シャツになります。タグは欠損してしまっていますが、ナイキの風車ですね、久しぶりに見た気がします。入荷かなり久しぶりです。イエローのボディで、ところどころ汚れがあって、で穴とかもボディに開いてはいます。この辺をジャストサイズで、色の薄いフレアパンツなんかと合わせてもかっこいいんじゃないかなと思います。サイズ実寸で S くらいですかね。もう自分が着てもジャストサイズくらいになるんじゃないかなと思います。風車お値段が12,800円と消費税ですね。続いてこのスペシャルですね。タグがこちらのタグつきます。サイズはミディアム、 100% コットンのアメリカ製で、キャンベルのオールオーバープリントになっております。よく見るグラフィックとは全然違って、この総柄全然見かけないかなと思います。お好きな方も多いと思いますし、自分は初めて見ました。サイズ表記ミディアムですね。僕が気持ちゆったりですかね、ちょっと大きめに、着れるくらいかなと思います。大きめのミディアムサイズですかね。この辺もスペシャルかなと思います。お値段が79,800円と消費税ですね。続いてこちらになります。ヘインズの2枚タグでサイズが XL ですね。袖裾ダブルの縫製で、こちらはモナリザの、グラフィックが用いられている、カフェとかコーヒーショップとかの T シャツなんですかね。こういう感じで、モナリザがコーヒーカップを持っているイラストがプリントされております。で黒ボディ全体的にフェードしてて、後ろは無地ですね。雰囲気もいいのかなと思います。でサイズ XL 表記ですね。僕結構大きめに着用できます。こちら、お値段の方が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、ウィリアム・ウェグマンの T シャツになります。フルーツ・オブ・ザ・ルームのサイズが XL 表記になっておりますね。90年代ボディでウィリアム・ウェグマン、こちらも、定番ではありますが、お好きな方は多いのかなと思います。ブリーチ飛びだったり小穴、ポツポツ開いてはいますが、
この辺あまり気にならないよっていう方はおすすめです。 XL 表記、フルーツの XL、 僕結構着丈長いかなと思います。こんな感じで着用できますね。お値段が 15,800円と消費税です。続いてお供のを紹介させていただきます。最初からいい T シャツですね。タグは欠損してしまっておりますが、じゃあダイナソージュニアの牛ですね、かすれた雰囲気、この T シャツ紫のボディが、よく出るイメージなんですが、黒のボディですね、黒の牛です。でこのボディのカラーだと後ろにバックプリントが入るのかわからないんですけど、バックプリントには、ゴリラが入っております。袖と裾はシングルのステッチワークですね。こちら自分が合わせて気持ちゆったりするくらいのサイズ感ですね。 L サイズ表記なのかなと思います。こちらお値段が 29,800円と消費税です。続いてレッドホットチリペッパーズですね。じゃあジャイアントの刺繍タグでサイズが XL になります。レッチリカルフォルニケーションのプリントですね。この辺もお好きな方多いのかなと思います。副店長が夏に愛用していた T シャツ、僕も結構印象に残っております。バックプリント00、これもいいですね。まあ音源としてレッチの中でカルフォルニケーションかなり人気高いとこかなと思います。まあ、T シャツお好きな方だと、お値段お安めなのかなと思うんですが、まあ、音源としてお好きな方にはその辺は関係ないのかなと思います。レッドホットチリペッパーズカルフォルニケーション、お値段がこちら 25,800円と消費税ですね。続きましてバッドブレインの T シャツになります。サイズが XL になっていて、こちら胸ワンポイントバッドブレインヨーロッパ、ユーロのツアーのものですかね。91年とプリントが入っていて、でこちら、後ろにもプリント入っております。おそらくユーロのボディなので91年ではあるんですが、まあこういう感じで、ステッチはダブルになっておりますね。ユーロボディこのくらいの年代からステッチはダブルなので問題はないのかなと思います。僕結構ゆったりめに着用できます。身幅もしっかりありますが、着丈はそこまで長すぎないかなっていういいシルエットです。 29,800円と消費税ですね。続いてグリーンデーですね。今日グリーンデー2枚紹介します。こちらユーロボディ XL 表記になってます。グリーンデーの、もう一番人気、有名ですかね、もうファーストドゥーキーになっております。はい、こちらバックにもドーンとプリントが入って、フロントにもこういった感じで、両面とも、いいグラフィックなのかなと思います。黒ボディですね。で XL 僕かなり大きめに着用できるのかなと思います。こちらお値段が 79,800円と消費税ですね。続いて2着目ですね。こちらアンビルボディの XL になっております。こちらアメリカ製のボディです。ブラックのボディで、こちらもドゥーキー、大きめに、黒ボディでインパクトあるプリントが入ってます。でこちらもツアーのものですね。バックにもプリントが入ります。かなりかっこいいプリント両面に入ってて、これもかなりいいですね。アンビルの XL、 こちらも身幅たっぷりあります。はい、しっかりスペシャルな T シャツ2着グリーンで、ぜひお好きな方選んでみてください。お値段がこちら 49,800円と消費税ですね。続きまして UK ですね。こちらキュアブロッカムボディのサイズがラージサイズになっております。こちら古いタイプのブロッカムですね。こちらは、キュア黒ボディで、こういった感じで、やっぱりキュアの T シャツ色使いが派手なやつとかが多い気がします。かなりいいグラフィックが多いですね。でバックにもプリントが、しっかり入っていて、でコピーライトも載ってます。86年ですねのコピーライトです。こちら自分が合わせて気持ちゆったりするくらいのサイズ感になるのかなと思います。こちらの T シャツがお値段 19,800円と消費税ですね。続いてシャツを紹介させていただきます。こちらラルフローレンでサイズがミディアムになっております。で 100% リネンのボディですね。でボタンダウンの仕様になってて、フロントにワンポイントポニーがつく、タイプになっております。白でさらっと、まあ、いつでも持っておいて別に損は全くないような T シャツですね。嫌なところがないシャツなのかなと思います。ミディアム表記ですが結構大きめです。こちら自分が合わせると結構ゆったり着用できるのかなと思います。大きめの作り、ちょっと爽やかめに着てあげてもいいのかなと思います。こちらお値段が 6,800円と消費税ですね。続いてリッキーズのシャツになります。こちらラージ表記ですね。 100% コットンの個体になっております。で配色かなりいいですね。いい水色に、黒ベースにいい水色、
のシャツになっております。フラップがつくシャツになっていて、こちら、寝るシャツの汗たような雰囲気っていうんですかね、これもかなりかっこいいのかなと思います。 L 表記で、こちらも年代浅めなので僕だと結構大きめに着用できるのかなと思います。こちらお値段が6800円と消費税ですね。続いてこちらも YouTube 紹介するのは久しぶりな気がします。US Air Force のオックスフォードシャツですね。ちょっと表記はもうかすれちゃって読めないんですが、15ハーフですかね、もうかなり薄れてはいます。襟芯が入っていて、まあ、シンプルですね、もう前立てが入らない、すごい着やすい形のシャツなのかなと思います。こちらも、全く持っていて、使い勝手もいいですし損はないのかなと思います。まあ、秋冬なんかですね、この上にニットのベストとか羽織ってあげてもおしゃれだと思いますし、結構着方様々かなと思います。コンディションも綺麗です。お値段が7800円と消費税ですね。続いてデニムシャツ、デニムのウエスタン、こちらビッグマックになっております。でちょっとサイズこちらも、見当たらないんですけれども、ちょっと大きめですね。17ハーフくらいあるのかなと思います。襟芯が入ってて、この襟も大きめ、70年代頃の個体かなと思います。デニムのコンディションすごくいいですね。うっすら毛羽立ちが残るくらいのコンディションです。でヨークが入っていて、まあ、形だったりコンディションともにいいシャツなのかなと思います。はい。こちら自分が合わせるとかなりダボっとなるようなサイズ感ですね。ちょっと開けてジャケットみたいな感じで着てもかっこいいのかなと思います。お値段7800円と消費税です。続きまして、じゃあラルフローレンポロスポのコットンニットですね。サイズが L になってます。ネイビーボディで、正常期で、この正常期の下にラルフローレンと黒で刺繍が入ってます。こちらも全体的に、コンディションは綺麗ですね。ラルフローレンのコットンニット本当にいろんな形があります。リブが長いものや、シュレットも本当にまちまちですが、これはかなり綺麗なシュレットで着用できるんじゃないかなと思います。 L ですがそんな大きすぎないのがこれポイントですね。すごいいいと思います。お値段の方がこちら15,800円と 消費税ですね。続きましてこちらチャンピオンのスウェット紹介いたします。こちら90年代でサイズがミディアム表記になってますね。アメリカ製で、こちら汗ったこのパープルみたいな色味、パープルのボディで前部位のスクリプトロゴが入ります。90年代のスウェット、この辺、このタグのこのシルエットがお好きな方も多いと思います。自分も身幅たっぷりあって着丈長すぎない、このくらいの感じすごい好きですね。男女問わずおすすめの商品ですね。7800円と消費税になります。続いてリバースイーブですね。こちら白色のボディです。サイズがラージサイズ、80年代のケアタグがつく年代ですね。でこちらワンポイント C マークが入ります。白ボディで、この辺ちょっと映像では伝わりづらい程度にちょっとシミ汚れがあったり、まあ多少の使用感自体はございますが、着用に響くような箇所は少ないかなと思います。あと右袖の後ろ部分もですね、ちらほらと汚れがあります。80年代のふわっとしたようなボディの質感、サイズもラージですね。ハマる方多いんじゃないかなと思います。こちらお値段が12,800円と消費税ですね。続いて赤ボディです。これおすすめのリバースで、サイズが XL になります。90年代の赤ボディでラバープリントが2段、ボストンユニバーシティ、でこちらいいのがバックプリントが入っていて、このプリントがすごいなんか僕惹かれちゃいました。オリエンテーションスタッフって書いてありますね。で赤ボディでコンディションは良好かなと思います。1点黒いシミ汚れがポツンと後ろにありますね。こちら気にならない方にはかなりいいんじゃないかなと思います。 XL 表記で、僕結構大きめになるようなサイズ感です。お値段が17,800円と消費税ですね。でこれもいい面ですね。はい、80年代ボディでサイズがラージになります。赤のフェードものすごいかっこいいんですけれども、こちら2段プリントでアイオワステート、アイオワも、カラーバリエーションすごい豊富ですが、この3フェード具合の赤とすごいマッチしてますね。でダメージポツポツとありますが、このフェード感と相性はいいのかなと思います。袖口の、このステッチ部分のほつれとかもかっこいいですね。で後ろ無地です。はい、こちらもサイズラージで 80s のボディですね。自分、ゆったりめのサイズ感で着用できると思います。こちらお値段の方が、9800円と消費税ですね。
続いてリーバイスのボアジャケットになります。じゃあ80年代のサイズがミディアムになってますね。ボアのコンディションはいいですが、デニムの、色結構落ちてて、で4ポケットの形になるんですけれども、この色味がなんか今旬というか、すごい人気な色味な気がします。来年とかも、こういった色味のデニムのボアジャケット、動き早くなるんじゃないかなと思います。ミディアムですが、この辺は作りが大きめなので僕だと結構大きめになります。はい、4ポケット使い勝手もいいです。お値段の方がこちら 12,800 円と消費税ですね。続きまして、掛けボタンタイプの、スタジャンになるんですけれども、こちらサイズが44でヴィンテージボディになるんですが、この紙タグが残ってるっていうのは本当に洗いの回数も少なくてコンディションが綺麗ということになります。で、裏地こういった感じでサテンのタイプで、エンジとグレーのレザーの切り返しですね。保管時のこのデニムの、シワによる、こういう経年劣化はありますが、まあ、ヴィンテージボディらしいような、レザーの、雰囲気なのかなと思います。こういった感じで後ろにはワッペンが貼られてなくて、着やすいカラーリングかなと思います。やっぱりスナップのタイプより掛けボタンでお探しの方なんかちらほらいる気がしますね。サイズも44で悪くないサイズ感だと思います。こちらお値段の方が 22,800 円と消費税です。続きまして、ラルフローレンの G9 タイプ、G9 風ですね。こちらサイズがミディアムになっていて 100% コットンのシェルですね。で、ライナーの部分にポリエステルが混ざるタイプです。この辺の質感も、すごく良くて、ネイビーボディで、リブに塩のラインが入ります。ラルフローレンらしい配色なんですが、これのすごいいいところはポニーマークが入らないところなのかなと思います。この形もやっぱりポニーマーク、胸元に入ることが圧倒的に多いと思います。はい、カラーも、渋くて着やすい色味ですね。サイズも小さすぎず大きすぎず、僕いいサイズ感で着用できると思います。こちらお値段の方が15,800円と消費税ですね。続いて、これめちゃめちゃいいですね。ラングラーの、こちらしっかりアメリカ製、80年代頃のボディなのかなと思うんですが、サイズ表記がミディアム。全然この、ケアタグもかすれてなくて、コンディションは良好だと思います。ラングラーのバラクータタイプですね。で、左脇のところにラングラーのピスも入ります。小さい主張もいいですね。でコンディションはものすごく良好で、このヨーク、特徴的なヨークとかもすごいかっこいいのかなと思います。後ろもアンブレラヨークで、色味も今っぽいカラーリング、ベージュ色ですね。はい、シェルのコンディションもかなり綺麗です。自分が気持ちゆったり着用できるようなサイズ感ですね。今の気温ちょっと今日は厚めなんですが、今くらいの気温にぴったりなのかなと思います。お値段がこちら7800円と消費税です。続いてブラックのスラックスになります。こちらジップが YKK になってますね。でやっぱりあの古い古着とかでスラックスを探すってなると、ものすごいレングスが長い個体が多いと思います。こちら3タックが入るタイプになっていて、レングスもオリジナルでそこまで長くないっていう、シルエットもすごい綺麗に出てくれるんじゃないかなと思います。こちら実寸がですね、すごくいいです。ウエストが34インチで、レングスは29インチです。ちょっと股上は深めですが、身長170以上ある方だったら、かなり綺麗に履けるんじゃないかなと思います。コンディションも綺麗ですね。超値段7800円と消費税です。続きまして、ディッキーズのデッドストックですね。こちら874、の個体になっているんですが、ジッパーはディッキーズの個体ですね。こちらも年代は、本当に新しい年代にはなるんですけれども、コンディションとサイズはかなり厳選して入荷しております。34インチの30インチですね。でデッドストックネイビーですね。まあ、この辺、外見で大きく変わるディティールっていうのは履いている分にはあんまりわからないので、まあ、年代問わず、コンディションだったりサイズ感でお選びになるのがいいのかなと思います。こちらデッドストックで7800円と消費税ですね。はい、続いてブラックになります。こちらフレックスタイプですね。若干シルエットは変わるんですけれども、こちらもウエスト34インチのレングスが30インチになります。なんかこっちの方が今っぽいシルエットな気はします。はい、ちょっとスタイリッシュに履きたい方はいかがでしょうか。こちらブラックのデッドストック、こちらも7800円と消費税の答えです。
続きましてリーバイスの519ですね。ジップがリーバイスのジップが採用されております。色味がグレーですね。フロント部分、ちょっと折りじわのようなものが所々あったり、使用感自体はありますが、519この程度の使用感は、問題ないかなと思います。でタブはレジスターマークのみのものですね。後ろもまだまだ着用いただけるコンディションかなと思います。でこちらのパンツ実寸がウエスト36インチでレングスは30インチ。519ちょっと大きめに履くくらいがかっこいいのかなと思います。普段34インチくらいで、パンツを選びになる方、36インチで、ちょっと大きめに履くのもいいかなと思います。レングス短めの519,7800円と消費税です。続いてリーバイスのスタプレストですね。スタプレです。じゃあジップが42タロンになっていて、カラーがグリーンですね。はい、こちらタブはこのビッグ E のタブが採用されております。古い年代のスタプレですね。こちらも若干のこのステッチのほつれとかがある程度で、股部分とか膝部分とかも全然コンディションは問題ない一本なのかなと思います。グリーンのパンツお探しの方ぜひ。こちらウエストが32インチでレングスは34インチ、比較的長い個体にはなりますが、スタプレ裾部分の当たりっていう当たりはもうほとんど出ないので、短めの長さにカットしてあげてもいいのかなと思います。でこちらフレアのタイプじゃないっていうのもかなり嬉しいポイントかなと思います。こちらお値段の方が 12,800 円と消費税です。続きましてパンツ類のデニム、リーバイスのデニム類ですね、紹介いたします。こちら、501のホワイトになります。はい、パッチちょっと見えづらいですが、ウエスト31インチ、レングス34インチですね。下の方にメイドイン USA の表記もあります。で赤タブもしっかり残ってますね。こちらも特に目立つようなシミ汚れは少ないかなと思います。ちょっと太ももの後ろ側、本当に一箇所だけポツンとある程度ですね。履いてる分には全くわからなそうです。こちら実寸がウエスト30インチでレングスは34インチになります。こちらもちょっと長いです。ロールアップしてもいいですし、裾上げしても、かなりホワイトは一番目立ちにくいのかなと思います。こちらお値段が 12,800 円と消費税ですね。でこれも、ものすごくいいデニムだと僕は思っております。リーバイスの550になります。リーバイスのジップがつきますね。550でウエスト32インチ、レングスも32インチでオレンジのタブがつきます。で、こちらですね、内タグの方ちょっとかすれてきちゃってますが、しっかりアメリカ製なんですよね。でこのベージュのカラー、550のベージュもなかなか見ないと思うんですが、このカラーものでこの先染めのタイプっていうのが、すごいやっぱり色味も他のものとはちょっと一味違うというか、かっこいいんですよね。で使用感があって、ちょっと太ももの部分とかに、薄い汚れとかがあるんですけど、このベージュとすごい、マッチしてます。なんかカーハートっぽいような雰囲気っていうんですかね、なんかすごいワークっぽいような、かなりかっこいい一本なのかなと思います。550のシルエットお好きな方にももちろんおすすめです。こちら実寸が、パッチ表記通りですね、ウエスト32インチ、レングスも32インチになります。先染め、ワンロールアップしてももちろんかっこいいんじゃないかなと思います。550の先染めのベージュですね、オリーブですかね。お値段が9800円と消費税になります。続きましてリーバイスの、501になりますね。こちら青いタイプです。501のウエスト33インチ、レングス36インチ表記でアメリカ製でタブも残ってますね。こちら年代はレギュラーの年代にはなるんですけれども、90年代のデニムですごい、フェード具合はいいのかなと思います。太ももの部分にかけての当たりものすごいかっこよく、入ってる一本だと思いますね。コンディションもこの年代、全然問題はなさそうで、バックポケット部分の当たりだったりもかっこいいのかなと思います。レングスもオリジナルで、コンディションは良好ですね。こちら実寸ウエスト31インチ、レングスは34インチですね。結構チーミーが入っている個体にはなります。レングス長めで履きたい方、いい色味でお探しの方、じゃあいかがでしょうか。お値段 12,800 円と消費税です。今日ちょっと3本この年代紹介するんですけど、どれもいい色味ですね。こちらも501になっていて、ウエスト36インチ、レングスは30インチですね、アメリカ製で、こちらも赤タブしっかり残っております。
でうっすらヒゲが入るこの太ももに陰での色落ち、これもいい色だと思いますね。先ほどの1本よりも使用感はありますが、その分、いい当たり感が出てる1本かなと思います。後ろもいい色落ちですね。でこちら実寸サイズものすごくいいです。ウエスト1インチ縮んで35インチ、レングスは30インチになっております。この実寸ちょっと大きめに履きたい方やジャストサイズでハマる方、いい色のアメリカ製501ですね。12,800円と消費税です。続いてこちらですね、501のウエスト34インチ、レングスは30インチ、アメリカ製で赤タブも残ってます。で色味は、この3本の中で僕はこれが一番好きですかね。結構ヒゲも、しっかり先ほどものより入っていて色が落ちている個体になります。裾部分との、このコントラストの差もしっかり出ててかっこいい1本だと思います。で後ろ部分バックポケットのあたりとかも含めてすごい色味僕好きですね。全体的に、色は均等に落ちる、のっぺりしたような色味も最近すごい人気なんですけど、こういったアメリカ製でこういったちゃんとしたフェード感のデニム、雰囲気はちょっと違う感じでかっこいいと思います。こちら実寸ウエスト34インチ、レングス30インチですね。これも先ほどのものと一緒ですごいいいサイズだと思います。ぜひサイズ色味選んでみてください。こちらも12,800円と消費税です。続いてヴィンテージですね、リーバイスの501のピックインになります。501のちょっと赤タブは見えづらいんですが、こちらビッグイの表記になっていて、ダブル X ではないです。ウエストがシングルのステッチワーク、ビッグイの、前期モデルですね、60年代の個体になります。でヒゲもしっかり入っていて色の落ち方もすごいかっこいい一本になるんですが、まあ、全体的に、使用感オイル飛びだったりがあって、股部分ですね、ちょっとステッチが抜けていたりはあります。ちょっとスレが入っている程度ですね。でレングス、こちらオリジナルのレングスになっていて、しっかり耳のつく501ですね。はい、でこちらバックポケット部分にリペアが入っている個体になります。この辺ですね、しっかり叩かれているのでこれから避けてくる恐れはあんまりないのかなと思います。でアーキュエイト、このビッグイの古いタイプイエローステッチが採用されるんですが、この面子のステッチは、抜けちゃうような感じですね。ただしっかり端の方イエローのステッチは確認できるかなと思います。縦落ち感もビッグイらしいかっこいい縦落ちが入ってますね。実寸がこちらウエスト30インチ、レングスは27インチですね。このオリジナルのレングスで27インチ、この短めのレングス、すごいいいんじゃないかなと思います。ハイカットのコンバースとかで合わせてあげてもかっこいいと思います。501ビッグイのウエストシングル、お値段が59,800円と消費税です。で本日、パンツもすごい、高クオリティでやっていきます。こちらリーの 101B になります。このボタンフライですね、 101Z よりこの B の方が、数は少ないです。でこちらセンター赤タグですね、リーの古いデニムになるんですが、このコンディション色の濃さ、ものすごいかっこいいと思います。もちろんリーのパッチも残っていて、ピスネームには当然レジスターマーク等は入らないですね。ですがこの、左足の綺麗な縦落ちはもうすでに入り始めていて、でこちらウエストが、大きいのも、魅力の一つかなと思います。リーバイスと違ってリーはウエストが大きくなればなるほどこのバックポケットが離れていくんですけど、このリーらしいディテールを好きな方も多いのかなと思います。かなり色の濃い個体で、レングスはおそらく上がっているんじゃないかなと思うんですが、このイエローのステッチで、耳つきですね、はい、そこまでは目立たないです。色の濃さもあります。こちら実寸がですね、ウエストが37インチで、レングスが34インチの個体になっております。僕だとかなり大きめの個体にはなりますが、高身長の方だったり、エンジニアブースなんかと合わせてもかっこいいのかなと思います。 101B のセンター赤タグ、こちらお値段が298,000円と消費税です。続きまして、リーバイスに戻ります。501の WX ですね、はい、こちら501になっていて、こちらパッチが綺麗に取れてしまってはいるんですけれども、この破片の部分レザーパッチがついていたのがわかると思います。で
赤タブは両面のインジンになっているんですが、ベルトループがセンターについてますね。54、5年頃のモデルなのかなと思います。 50s のリーバイスですね。はい、ダブル X で、こちらもかなり色濃いと思います。8割前後色が残っていて、これも色が落ちてき始めている、これから色落ちがすごい楽しめる時期になるかなと思うんですけれども、ちょっと寄りで見ると、はい、デニムの色落ちが始まってきているような感じ、ものすごいかっこいい色味になってきているのがわかるのかなと思います。でこちらもですね、裾は上がってしまっているかなと思います。チェーンのステッチで上がっていて、色もまだまだ濃いので、まあ、そこまで目立たないし、これから馴染んできてくれるのかなと思います。で後ろ部分も色が濃くて、ダメージやリペア等は見受けられないですね。全く問題なく着用いただけると思います。で実践こちらちょっと細めになります。ウエストが29インチ、でレングスは28インチですね。僕は気持ちゆったり着用できるくらいのサイズ感です。男性とかでも29インチ結構入る方も多いと思いますし、女性でこのスペシャルなデニム履いていてももちろんかっこいいのかなと思います。リーバイスの最高峰形ですね。お値段がこちら598,000円と消費税です。今週末ですね、ベルベル人の本店とアンドベルベル人とフェイクアルファの方で入荷日がございますので、皆様お時間ありましたらそちらの方も合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。